九月二十七日マロコの福音書九章三十八節から 48節までです。ヨハネがイエスに言った先生お名前を使って悪霊を追い出している者を見ましたが私たちに従わないのでやめさせようとしました イエスは言われた。やめさせてはならない。私の名を使って奇跡を行い、そのすぐ後で私たちの悪口は言えまい。私たちに 逆らわないものは、私たちの味方なのである。はっきり言っておく、クリスタの弟子だと優竜で、あなた方に一杯の水を飲ませてくれるものは、必ずその報いを受ける。 私を信じる、これらの小さなものの一人をつまずかせるものは、大きな石臼を首にかけられて、海に投げ込まれてしまう方がはるかによい。 もし片方の手があなたをつまずかせるなら切り捨ててしまいなさい。両手が揃ったまま地獄の消えない火の中に陥るよりは 片手になってもう、命に預かる方がよい。もし片方の足があなたをつまずかせるなら切り捨ててしまいなさい。両足が揃ったままで地獄に投げ込まれるよりは 片足になっても命に預かる方が良い。もし片方の目があなたをつまずかせるならえぐり出しなさい。両方の目が揃ったまま 地獄に投げ込まれるよりは一つの目になっても神の国に入るがよい地獄では氏が尽きることも日が イエス様は三回ほど。 弟子たちにあらかじめに十字架と復活について話されたんですけれども、三回ともハズれに終わってしまいました。この前に話しましたように、まず、ペトロがイエス様に逆らって、そのことがあるはずがないでしょうと。また他の弟子たちも同じ気持ちだったでしょう。 それ一回目です。通じませんでした。十字架と復活の話。二回目はこの前、イエス様が前の方に歩いて彼らがついて、彼らに行ったんですけれども、イエイス様について行きましたけれども、途中で、 誰が一番偉いか十字架とか復活につ,いてに,に,つについては話さないんですあと一回ありました今日の復員には出てこないんですけれども3回目の後、二2人の弟子ヨハネとヤコブがイエス様のところに行って天国に行くと1人は右に1人は右に 左に座れるようにしてくださいと願います。自分のことにとらわれてある意味で大臣になりたいというか3回ともずれに終わってしまいました。今日はまた別な話になりますけれどもまず最初に イエス様の寛大ささを感じさせられます。弟子ヨハネがイエス様にある人が自分の仲間たちではないんですけれどもイエス様の皆を使って人を癒される場面を見てその人をやめさせようとしましたとイエス様に報告するんです。 リゼ様はそんなことをいりませんよ。やめさせてはならないよと。結局、まあ私たちの反対者でなければ、同じ弟子ではなくしても、逆らわない者である限り、 私たちの見方なのですと。これ以上に意味深い見言葉だと思います。カトリックではない。クリスチョンではない。他の宗教に生えている人とか。いわば神様に頼って生きている。 の神様を求めている良心的に良い人生を行おうとしているこういう人たちも救われるということでしょうちょっと語弊があるかもしれませんもう 私はやはりカトリック教会は、イエス様が作られたとの信仰と教会だと信じております。でも、同時に他の人たちの考え方、宗教信仰を尊敬し、また に歩んででいきたいです。つまり、イエス様の寛大な心が欲しいということです。それから、イエス様は、ちょっと耳障りの言葉になりますけれども、手、足、目など、自分にとって、その善、 良い道を歩む妨げになるならばそれを切り捨てなさいということです。本当に私たちの生きる中には誘惑が多いです。その誘惑は悪魔から来るし周囲から来るものもあります。現代社会を本当に 本当に髪抜きの社会となりそして悪魔の働きは本当に活発的なものだなと周囲を見回したらそうしか思いませんですから清い心を持って 忠実にクリス様について行くことは良いではないと思います。常に気をつけて祈りと行動でもって私たちはその目的である主、あるいは父なる神様に近づくことです。今日の御言葉は本当に 重大なことを教えてくれますもう一つは地獄の話が出てくるんです。これを認めたくない人は少なくないと思います。考えたくないんです。あんまりにも恐ろしいところです。今、復者となっておられる。 元の教皇様ヨハネ23世よく祈りました陰陽ではないんですけれどもこのような意味で祈りました主よどうかどうか私が地獄に落とされないように助けて導いてくださいと。 このような祈りを今、復者となっているんですけれども、つまり政治になる前の段階ですね。彼は地獄を認め、その恐ろしさを痛感しました。今、地獄の話を聞くのは少ないかもしれません。 でも目をつむってそれで物がなくなるという意味ではありません。むしろ素直に主の御言葉を受け入れてそしてその天国あるいは煉獄もそれから地獄の存在素直に認める方が 真実でありそして安全である主要暗い考えではなく恐れを持って生きるのではなく本当にあなたのような愛と寛大さ広い心を持って明るく 生きてゆくことができますようにお願いします